高崎市立高崎経済大学附属高等学校は、群馬県高崎市浜川町にある市立高等学校。略称は、高津根府、京府、京大府。高賞1994年から1995年に、校内の全生徒、職員から原案を公募し、その中から選出された生徒の作品をもとにデザインした。学校の理念である、 自主自立の精神を象徴する鳥の翼と、付属高校の頭文字及びフューチャーの意味が込められた、アルファベット F を図案化し、翼の右側の5つのデコボコが開校当初にあった5つの学系を意味している。また、このデザインは強い方向性を持っており、生き生きとした集団イメージも表現するものとなっている。硬貨1994年。 高果作成ゼミの生徒が一番の歌詞と戦律を作成し、作曲家の飯田隆氏に補作、編曲、監修とともに二番の歌詞の作成を依頼し完成した。高崎経済大学附属高校の一番の特色として、オナークラスがある。文系と理系それぞれに一クラスずつあり、通常履修するカリキュラムの上に体験学習を中心としたプログラムである。 オナープログラムを学ぶクラスである。オナープログラムについては口日、大学との連携事業や企業、社会施設での研修など、キャリア教育を重視しながら、大学、社会人になっても必要な基本的、汎用的な能力が育成される。また、継続的に一般の生徒のクラスより、授業進度が早く発展的な内容を学ぶ。オナープログラム3つの海外研修と、 年間を通じて外国の高校生の訪問を積極的に受け入れている。運動部、文化部、ありがとうございます。